出したね。あ、なんか挨拶がいつもと違いますよ。待たしたね。うん、待ってただろ少し。待ってましたけど、いつもとなんか待たしたねって珍しいですよ、そういう。まあ、星の日と違うから、その気分の乗せ方が。まあ、いつも同じテンションでこう下走ったら疲れちゃうだろうって。なんかデートしてるみたいですよ、待たしたねって。うん、まあお前照れてんじゃねえな。なもう俺はまあ嫁がいるから。あ、俺はそっちじゃねえわ。そうしました。いや、はいはい、まあ第1回目だからゴッドカウンセラー。はいはい、では早速ちょっと相談に行かせていただきます。FAZZ ハズさんかな、ハズさんという方からちょっと長いですけど、オリガさんこんにちは、相談があります。僕は29歳の会社員で、間もなく子供も生まれます。今の会社は収入もよく、安定しているのですが、僕には妻にはまだ行っていない夢があります。30歳までに独立してバーを開くという夢です。反対されるのは目に見えているため、妻にも友人にもまだ相談していませんが、一度きりの人生、夢はやめ諦められません。僕はどのタイミングでどのようにこの夢を妻に打ち明けるべきでしょうか。ハズさん、29歳の男性です。29歳、あれは子供は、子供は間もなく生まれると書いてありますね。まあ、お腹にいるのかしら。そうだと思います。まあ、子供とかできる前だから、はい、今お腹の中に赤ちゃんがいるのに、はい、まあ、いるのか知らねえけど、はい、もし今お腹の中に赤ちゃんがもしいるような状態だったら、はい、まあ、今言うのはダメだよ、まず。まあ、それはいらぬ不安だったりストレスを与えることになるから。あ、なるほどなるほど。うん、で、まあ、もう30までにとか、まあ、男が夢をとかあるのかもしれないけど、はい、そのハズさんにとってその夢がもう固い、もう本当に絶対成し遂げてやろうって思ってる固い夢だったら、はい、別にそれは30またいだって40またいでもいつか叶えればいいわけだろ。あ、はいはい、別にダメってことじゃねえんだけど、はい、自分の夢を叶えるっていうことも大事だけど、自分のしたいことを優先する前にまず自分で責任取んなきゃいけない。嫁だったり子供だったり家庭を自分の答え出して自分の考えでその嫁や子供を作ったんだから、はい、まあ、あんまりわがまま言っちゃダメだから。確かに、一人身のやつが夢だ夢だっつっていつかこうしたいんだっていうならわかるけど、はい、夢のためにそれはもう家族なんか作らないで、はい、先にそっちっていう人も当然いるし、落ち着いてきたからじゃあそろそろあの時の夢をって人もいるし、うん、夢も捨てちゃう人も当然いるんだから、はい、そのためにももう今からもう それでもやっていける二足のわらじというか、もう貯金しとくなり、はい、うん、何かもう別の、うんうん、今いる会社をクビになってもやっていけるであろう何かもうそのサイドビジネスでもいいけど、はい、何かその二足のわらじ的なものをもう用意した上で、はい、飯は食えるからとりあえず夢に向かって行かせてくれと、ええ、飯は食えるからっていう状況を作ってやった方がいいよ。確かに、ええ、もうこれも何もかも全部捨ててこれをやりたいんだなっていうのはそれはもう既婚者が言うことじゃねえよ。確かに、うん、ちょっと僕気になったのがこの方は30までにって言ってるけどもう29歳って書いてあるのでちょっと急ですよね。そんな慌ててバタバタやっても、うん、ちょっとろくなことないんじゃないかなって僕は、まあ、一言で言って慣れてんのか、お前よ、なあと1年ってね30だな、なあ、はい、お前嫁の子供お前殺すんか。あ、まあ、知らねえけど所詮人は人だから、はい、でもまあ縁あってゴッドカウンセラーにまああれしてくれたんだろうから、ええ、まあ、俺もジャッキーにはしたくねえから、はい、最後はちょっと厳しめな言葉でしたけど、そうそう、彼の心に響いたと思います。30過ぎてからやるやん、そんなのは。はい、承知しました。じゃ次の質問いかせていただきます。おこれちょっとまだこいつ名前書いてない、多分匿名希望で多分女性と思われますが、ね、よろしいでしょうか。出会い系サイトをやめられません。
いろんな男性とその日限りの関係を結ぶことに罪悪感があるのですが、この習慣からなかなか抜けられませんっていうだけで、まあ、抜けたいということだと。はい、年とかいや書いてないんですよね、まあ、いろんな男性とって書いたところを見ると多分女性の悩みだと思いますが、こっちもそのカウンセリングに乗るんだから、はい、名前ぐらい名乗れって言っとけよ。ちょっとあ、はい、言っとくんですか。どうやって言っとくんですか。その匿名は今後は受け付けねえから。あ、まあだからタバコとかあのお酒と一緒でやっぱどっかで依存症を断ち切るしかないと思うんで、うん、まあそれこそ低層帯をつけるなりなんなりしてても物理的にそのそういったことをできないようにするのがいいんじゃないかなって。その人はそのおそらくセックス依存症なのか、その、はい、単に旦那やその家庭に居場所がなくて、はい、愛に飢えてのその単純にそういうあれなのか、精神的つながりを求めてるのか、単にそのセックスの論争なのか、まあ、それによってアドバイスの内容が変わってくるってことですね。うん、まああんま変わんないけどな、そのまあガキがいいのかいないのかは知らねえけど、はい、まあ俺が思うにその旦那がもしかしたらその自分の養母に、はい、あの冷たくしてんじゃなくてもう仕事に追われてたりそれどころじゃなくて、彼に、はい、まあ長年寄り添ってるだろうから、その別に愛がないとか冷めたではなくて、はい、ただそういうものがいろいろしんどかったり億劫になってるのかもわかんないけど、はい、それでそんなことされてるってもし旦那が知ったら、はい、まず先に旦那が傷つくだろう。それはそうですよね。うん、自分に対して本当に愛を向けられてないのか愛がないかは違うから、はい、ただそういうことで悩む人の特性として、はい、じゃあお前は何か努力したのかっていうと結構何も私が辛いしか言わないんだよ。なるほど。あなたには申し訳ないですけど、その今相談くれたあなたには申し訳きついだってするかもしれないけども、はい、その何かその旦那のためにもう一回いい女としてその振り向かせてやろうとか、何かその血のにじむような努力を1年やってみたけど、はい、ダメだったとか何かそのしたのっていうの。おそらく何にもしないで、なんか私振り向かれてない寂しいな、じゃあこういうことしようって言ってるレベルじゃねえのかって俺は逆に疑うよね。何かその女としてもう本当にこれでもかってくらいダイエット頑張って英会話もやってみてとか、なんか美容院にいっぱい行くようにしてとか、なんかその女性ファッション誌とかいっぱい見て研究してとか、そういう、うん、何かその料理の手を振るってみてとか、うん、旦那の誕生日やバレンタインにプレゼントしてるから、なんか一生懸命私なりに尽くしてやってみたんだけれども、はい、それでもちょっと全く相手にされてないのって言うならちょっと俺も同情するけど、何かしましたかって話で、なるほど。まあ耳の痛いアドバイスだったかもしれないですけど、結構ピンときたかもしれないですね、彼女としてはね。まあ、してたら申し訳ないですね、その何かいろいろ手を尽くしたんだったら、それは言い過ぎたかもしれないけど、はい、まあ、権利を主張する前に義務を果たせってやつで。あ、いい言葉言いますね、すごいですね。あ、当たり前じゃないですか。誰だと思って、神だぞ。あ、すいません。調子の。じゃあ最後ちょっとすいません、もう一つちょっとコンパクトに、これちょっと人生相談とは言えないんですけど、ちょっとこういったお便りも来てますんで、まさとさんという方から、悩み事ではないのですが、織田さんの人生において大切にしていることを改めて、聞いてみたいなって。人生において大切にしていることっていうのは、まあ一つはまあ嫁だよな。はい、一つはまあ嫁を大事にしてる、はい、まあ、俺にとっても神だから、ええ、もう一個は、まあ、簡単なことだよ、はい、売田重視っていうのを生きてる以上かっこよくなきゃダメなんだよ、まあ、そんなとこかな。あ、うん、すごいですね、シンプルだけどこう体現してますね、うん、それをね。かっこよくなくちゃダメなんだよ、売田重視っていう意味は。スタイルしかり、考え方しかり、うん、そうそう、生き方しかり。あ、なるほど。だからブレないんだよ。あ、そこさえしっかりコンパスの針がしっかりさせてあげれば大丈夫ってことですね。分かりました、うん、ありがとうございます。今日はあれお前、はい、待ち合わせの時にもう一個なんか動物買わないでしょ。それ飛ばすね。あ、すいません、ちょっと楽しみにしてたんで。あ、すいません、すいません、生き物好きだから売田夫婦は。そうですか。じゃあもう一個ちょっとこれすいません、カットしちゃって場所っていいからちょっと
ちょっと待って、むしろそれを楽しみにしてきたと言っても過言じゃねえから。そうですか。だから出会い系サイトな、知らねえよな、セックス依存症がな、よくわかんないこと言いやがってよなあ、どいつもこいつもよ、都合いいこと言いやがってよ、寒い中よ、生き物なんか大事だろ。あ、すいませんでした。はい、バーを出すのか知らねえけど勝手に出すよなあ。はい、じゃあいきますよ、動物好きのオリタ夫婦に相談です、私はウズラかサソリを飼いたいのですが、ウズラかサソリを家で飼いたいのですが、同性相手に反対されています、ね、彼氏を説得する術を教えてくださいって。どっち取るんだって話だよ。あ、だからその人にとってそれだけ大事なんだろ、サソリとそのウズラを飼いたいんだろ。ああ、はいはい。その愛が本物だったら、ええ、その野郎に、はい、私その2つを変えないってことはもう私とも入れないっていう、ちゃんと男に突きつけなきゃ現実。はい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 。で、そいつが、いや、俺はお前にはいてほしいんだと、はい、でもサソリやウズラは困るって言うんだったら、それは私を否定してんだっつってバシーってビーターでもくれりゃいい、ふざけんなっつって荷物も出てれちゃい、で待ってくれって来たら、じゃあいいのって、そういうことでしょって言って、飼っちゃえば可愛いんだから生き物は、飼ったもん勝ちだよ。サソリレベルになると俺も知らねえけど、はい、ウズラは可愛い。あ、そうですか。ただその飼い方とかをちゃんとしないと、今 YouTube とかあるだろうけど、はい、飼い方ちゃんとしないと、ああいう生き物は短命だから、うん、ちゃんと責任持った方がいい。はい、そんなもんだよ。わかりました、一応先ほどちょっと本名、ペンネームの方、匿名はちょっと受け付けないとおっしゃったんですけど、本名じゃなくてもいいんですよね、別に。もちろんもちろん、仮名でいいから。あ、何がしかの、あとできれば年齢と性別だけ書いてほしいかなと思いましたね、あとは今回1回目やってみてあれだけど、ちょっと俺もきついこと言うこともあるけども、はい、その言われることは覚悟した上でやってくる。あ、だいぶすごかったですね、北風。あんなこと言われると思わなかったとか、そういうこと言われても俺も困るから。あ、傷つかれて死なれても困っちゃいますからね、そうそう、見えないところで死ねって話だから、悪いけど。わかりました、まあ、いいよ。あ、どうもありがとうございます、お気をつけて。です、失礼します。